はいどうも、ショイデビューです。はい、本日はですね、亀井スポーツさんにいます、引き続きやっていきますね。今回はバッティング手袋を、ご紹介していきたいと思います。うわーっと見てます。ミズのアンダーアーマーアシックス、ディマリニ、SSK、アンダーアーマー、肉いったフランクリン、ローリング、ステッドなど、はい、ありますね。はい、僕的にはこれなんだっていうのがあったんでご紹介したいなと思います。で、カメラマンのね、岡村くんもちょっと詳しいということで、いろいろちょっと補足でいろいろ言ってもらいながらやっていきたいなと思います。まず1番2目に入ったのがこれなんですよ。これもなんか王道かなと思うんですけど、ちょっと袋に入って見づらい、はい、これが一番見やすかった。これこの間出したほらグローブのダイバーシティブルーっていう色か、はい、がここに刺繍で入ってるっていう。で、これパワーアークってことはなんかすごい、そうですね、握りやすさ、っていうのを、実感してくれるようなバッティンググローブとなっております。で、これお値段が4150円。これは合成比較ね。はい、もともとパワーアークに、合成のバッティンググローブがなかったので、そういった意味だと、まあ、ちょっと合成というので逆に水洗いが可能になってくるので、そういった点だと長く、カピカピになりたのを使いたくないっていう人はいい、バッティンググローブなのかなと。もともと少年用では合皮あったんですけど、大人用で、新しく合皮が出たっていうのはなかなか、いいかなと思っております。そして、はい、こちら行きましょうか。こちらパワーアークラインプレミアムモデルと。すげえすごいよこれ。そうですね、それが変わってと言われる天然、はい、水のプロの羊皮。すごいねこれ、見えるかな、すごくないこれ、はい、これもうびっくりしちゃった。めちゃめちゃかっこいい。これね、こういうのね、ゴリスポが好きなんですよそうですね、よくゴリスポめっちゃ持ってる。俺も1個もらったんですよ、実は、はい、すごいなこれ。ちなみにお値段が6570円。おー、他の色も出していいですか、ちょっと興味湧いちゃった青ピンク、微妙にピンクがありますよ。でステッチもピンクですよね。おー、すごい。これ刺繍とかできちゃうんじゃないこれね。一文字100円、1センチ、2センチ、3センチでやっぱ値段は変わるけど、でもできるんよ。やっぱこうってさ、一般用じゃん、はい、だから刺繍ってやっぱしたいやん、はい、学生時代は刺繍はダメとかできないですからね。でしょ、刺繍ってやっぱ大人になってからの野球人生の一つのこのなんか楽しみというか、はい、になるんじゃないかなと思います。そうですね。ちなみに俺は刺繍はしたことありません。あれこれ俺好きかもしれない。そうですね、まあ落ち着いた色の中に、そう落ち着いてる中にこうじわじわとこう金がちょっと入ってる、はい、水野さんすごいセンスを感じます。そうですね、自分たちの心をくすぐるような、そうこれはみんな欲しがるわ。そうですね、アンダーアーマーなんですけど、はい、これさ、よく見たらさ、アンダーアーマー契約選手着用モデルって書いてます。吉田正尚選手、そうなんが使ってるモデルです。そうなんです、書いてある本物やん。じゃあ選手が使ってるのと同じガチモンです。ガチモン1、2、3、4、5、6種類、はい、ぐらいはあると思うんですけど、はい、岡村知的にはどれがいいですか。白です。なんで同じこっち、いやこっち、そっちです。俺もこっち。白の中にちょっと金が入ってるっていう。ちなみに在庫がこれ1個しかないです。あらラス1 XL、 あー俺サイズ、あ S サイズないか、 S ないですね。 Z いいですか。 Z これ何柄ですか。格子柄っていうんですかね、よくわかんないです。僕もこなんていうのかよくわかんないですけど、いや俺はこれやん絶対な。そうですね、俺選ぶとしたらこれやか、これかな、はい。まあこれ合成比較なんで洗えますね、はい、うん、でこれ3780円。安いっす、やっぱ合皮なので。裏見たら抜群のフィット感と、まあ、通気性もあるし吸水性もあるしいいんじゃないでしょうか。そうですね、ネオステータス、はい、はい、でこちらフランクリンもありまして、まあこれはまあね、メジャーリーガーみんな使ってますね。フランクリンアーシックスと、うちもこれが人気っぽいかな。なんか一番もう在庫はないかな、ね、これとこれかな、はい、まあ、サイズの関係かもしれないけど、非常にかっこいいし、なんか大谷選手が使ってるようなね、やつだと思うんですけど、はい、そうですね、アシックスも契約選手結構、市川選手なんかもアシックス使ってたりとかも。ちなみに俺、学生時代アシックスです。あ、そうなんですか。ずっとで、まあちょっと下行くと、まあディマルニとかテコ
ノーストレスと、はい、伸びやすいんかな。僕も一時期使ってましたね。うん、で下行くと話題になったかな。でもなんか最近結構カラフルなグロのバッテとかって出てるじゃないですか、はい、実は僕もそれの一番派手なの持ってます。マジっすか。はい、というわけで本日は、バッティング手袋を、ご紹介しました。この中でね、ちょっと気になったものありましたら、ぜひともスポンサーさん行きまして、見ていってほしいなと思います。はい。というわけで、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。するグローブはこれプラスこちら。はい、これ、はい、HZプロステの源田選手モデル このバスケットウェブのグローブ男子用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアーツオー。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。抜き抜いた切れ玉で